田中理科は日本の元女子バスケットボール選手である。千葉県出身。コートネームはレン。ポジションはガードフォワード。1 7 3トル6 3ラム A 型。足のサイズ2 6 5トル大原賞でバスケを始め、大原中を経て、昭和学院に進み、インターハイ3位に輝く。卒業後の2001年。 ジャパンエナジーに入社し、バスケットボール部のジャパンエナジー所もサンフラワーズに加入。同期入社に、大上優子と後に、マネージャーに転じる、なるいちなつがいる。2005年、日本代表に選出され、東アジア競技大会に出場。2006から07シーズンは開幕戦で、左膝人体断裂により戦線離脱する。2007から08シーズンは復帰シーズンながら、 W リーグ公式戦全試合にスタメンで出場。レギュラーシーズンの1試合平均得点で自己最高の14.64得点、ベスト5に選ばれる。2008年、3年ぶりに日本代表に選出され、北京オリンピック最終予選に出場。2008から09シーズンは3ポイントシュート、成功率 W リーグ1位。1月のオールジャパンで、 ベスト5に選出される。WJBL ファイナルでは1試合平均22得点。第4戦では、オーバータイムでの逆転シュートを含む3ポイントシュート9本を、決めて32得点して、リーグ制覇に貢献。2009年、ジョモの首相に就任する。2009から10シーズンは、プレーオフを含む WJBL 公式戦、全試合にスターターで出場。 2011から12シーズンは W リーグ3ポイントシュート成功率1位。6月のロンドンオリンピック世界最終予選出場を最後に引退。ありがとうございます。